カメラ小僧、カメラ小僧は、本来は、写真撮影を行う年少者を指す言葉、カメコ、カメコなどと略される場合もある。カメラが安価で入手できるようになるにつれ、カメラを購入できる、所得層が拡大したことに起因する。カメラの購入できる、所得層が拡大、業務用途が大半だったカメラが、徐々に、個人の趣向の領域に拡大していき、 写真撮影を行う年少者に対してカメラ小僧の名がついた。また、ビデオカメラを使って同様の行為に及ぶものを指してビデオ小僧、ビデコと呼ぶこともある。カメラ小僧という言葉自体は1970年代後半から青年誌で活躍した若き日野山騎士が女性ポートレートを発表するオノレジャーナリズムと一線を画する存在。 スケベ小僧という意味付けたものであり、現在のカメラ小僧も今や巨匠となったご先祖様の延長線にあると見てもよい。漫画家赤塚不二夫によって当時の篠山をモデルとしたカメラ小僧という漫のキャラクターが生み出されている。1969年頃に少年史を賑わせた蒸気機関車ブームに遡ることができる。当時は 父親のカメラを借りて少しずつに減少していく蒸気。機関車を撮影するために日曜日ともなると、国有鉄道、鉄、現在の JR の線路脇、鉄橋のもとに、小中学生がカメラ片手てに殺到していた時代であり、これがカメラ小僧の原点である。その後、キャノンの AE-1、それまで非常に高価な白物であった一眼レフカメラが、 もちろんアルバイトなどで一生懸命小遣いを貯めれば、だが学生にも手の届くものになった。また、それまで一部の学校にしかなかった写真部が多くの学校で開設された。このため、カメラに非常に詳しい若年者が増えることになり、彼らを総称する言葉として、カメラ小僧という故障が生まれた。当時はオタクという言葉がない時代であり、小僧は別称というよりも、 野球小僧のように、坊主、小坊主に類する子供に対する愛称のような言葉でもあった。したがって、本来のカメラ小僧とは、口述のそれとは全く異なり、1940年代前半から1950年代後半に出生したカメラ愛好家の世代を指すものである。このことを裏付けるように、北の大は NHK の番組、趣味悠々、デジタルカメラ入門。 2005年4月から5月、NHK 教育テレビジョンにて、自身を昔はカメラ小僧であったと語っている。ここでの意味は前述の意味であり、少年期にカメラが大好きだったことを言及したものである。写真部を題材としたドラマや漫画なども制作され、大衆化していくとともに、 個人でも現像できる機材が市販されるなど、写真業界側もアマチュア層の個人をターゲットとする商品を展していった。このように、1969年代から1980年代初頭にかけてのカメラ小僧はカメラに詳しい若者という程度の意味であったため、写真撮影のウェトが大きい鉄道ファンや航空機ファンらもカメラ小僧と呼ばれることがあった。 カメラ小僧という言葉の対象は、下記のように変化している。展示会や、レースなどの祭事において、イベントを盛り上げ、見せるために配置される、レースクイーンや、イベントコンパニオンなどの露出度の高いコスチュームを身に、着けた女性を撮影することを、主な目的に、年齢層を問わず高額なカメラ機材を抱えて集う、男性カメラユーザーのことを、被写体になる人々や、 広告代理店社員ら関係者が別称としてカメラ小僧とオタク同義の類型として呼ぶようになる。祭事はモーターショーや自動車レースに限らずアマチュアプロを問わずゴルフテニス、新体操、ビーチバレーなどのスポーツ試合、ライブアイドルなどのストリートライブなども含める。イベント会場は暗い場合が多いので撮影の難易度は比較的高く露出や 感度などに関わるカメラ小僧は一眼レフカメラを使用し、フラッシュも外付けの高級なものを使用することがある。焦点距離が 50mm を中心とした広角から望遠までの標準ズームレンズ以外にも 100mm を超える望遠レンズを使用しているものも多い。コンパクトデジタルカメラを使用する人もいるが、一眼レフのような高級カメラを複数組から下げ、 望遠レンズを装着し、イベント会場の女性に群がるという光景に異様な印象を持たれものだった。また、そういったマニアが見た目を気にしないいわゆるオタクの風貌と重なったケースが多かったため、別称として広く使用されるようになった。コンパニオンにとってイベントの来客であり、自身のプロモーションとなるカメラ小僧はビジネスの上で有益な存在である。撮影会や ショーなどで普段から互いに面識があり、会話を交わす場面も見られ、コンパニオンの中にはそういったカメラ小僧を積極的に利用して知名度を上げていこうとするものや、自身のウェブサイトやブログを無償で制作、運営させる代わりに、公式ファンや公式追っかけと認めるなど、共存関係を持つものも増えている。ただし、デジタルカメラやインターネットの普及によって、 撮影したコンパニオンの写真をネットなどで公開する人もいるが、撮影したコンパニオンの写真の肖像権は、コンパニオン本人所属事務所に帰属するため、インターネット等による公開には、事務所の許可が必要であるとされる。イベント内容やコンパニオンによっては、自由な公開を許可している場合もある。一方で、下記のような撮影におけるマナーを守らない、カメラユーザーが契機となり、 カメラ小僧全般に対して、嫌悪感を持つに至るコンパニオンも存在するようになった。主催者は、こうしたカメラ小僧を快く思わない場合が多々ある。イベント内容によっては、コンパニオンの撮影を禁止する企業もある。女性アイドル、特に新人ライブアイドルや、グラビアアイドルなどを専門にしたカメラ小僧も存在しており、主にサイン会や握手会、 各種ミニライブなどで活動する場合が多い。2000年代以降では、大手芸能プロダクション所属の人気アイドルになると、肖像権やパンチラ写真の投稿を防ぐなどの理由で、出演するイベントには撮影規制がかけられる場合が、ほとんどだが、知名度がないアイドルやグラビアを中心に活動しているアイドルの場合は、プロモーションの名目で規制が有利いということもある。現在では特に、 秋葉原の CD ショップで頻繁にイベントが開催されることから、秋葉原はこうしたイベント及びカメラ小僧の聖地と化している。また、グラビアアイドルの中には積極的に撮影会というカメラ小僧のためのイベントを開催している人もいる。小倉優子や浜田翔子も昔は積極的に撮影会を行っていた。コスプレを専門に扱ったイベントを中心に、 コスプレイヤーを専門にしたカメラ小僧も存在し、コミックマーケットや東京ゲームショーなどに参加する場合が多い。コスプレ関係では、イベントコンパニオンレースクイーンの場合と同様に、コスプレイヤーとの間で、キブテイクの関係を持つ場合もあり、カメラ小僧のサイトで、コスプレイヤーの写真を掲載したり、コスプレイヤーの写真集、導入し、導入ソフトとして、 自主制作するの制作に参加する場合もある。また、男性の場合でもコスプレイヤーを兼ねている場合もあり、逆に女性コスプレイヤーが他のコスプレイヤーを撮影する、すなわちカメラ小僧化することもある。この場合はカメラ娘、略してカメ子と呼ぶ場合がある。また、カメラ小僧の中には単独のカテゴリーだけではなく複数のカテゴリーを守備範囲にするものも多い。 例えば、東京ゲームショーで、イベントコンパニオン、コスプレイヤー両方をつまみする、アイドルの参加するイベントにも、各種レースにも撮影に出かける、などの事例がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。